はい、どうも、うずです。今回の動画はスマートフォン、ちょっと私自身が使いたくて、ダイムさんの方にお願いして送ってもらったスマートフォン、ギャラクシーノート9です。ちょっと汚れてるね、指紋ね、指紋がすぐついちゃうからね、もう拭いたところでどうせまたすぐついちゃうんですけど、ギャラクシーノート9を送ってもらいました。で、このギャラクシーノート9なんですけども、今回は裸の状態、パッキンに包まれて送られてきました。それなので AC アダプターとかケーブル、あといいね、いいイヤホンが本当は付属品として入ってるんですが、そういった類のものは今回はなしです。なのでレビューの方もさっくりいきたいと思います。で、こちらのギャラクシーノート9、このカタログ、埼玉県にあるケーズ電機、ピオニオーク東松山店でいただいてきました。ちょいちょい宣伝入れるね。ほんとね、たまに行くんですよ、たまに。埼玉の鴻巣の実家に帰った時に、ちょっと足伸ばして行こうと思うと、寄る場所で。で、そこで、店員さんにもちょっとお話聞いて、どうですか？ギャラクシーノート9売れてますか？何がおすすめですかね？このスマートフォンの機能として。ちょっとね、意地悪な質問してきてしまいまして、で、そこでやっぱり店員さんに言っていただいたのが、いや、やっぱり S ペンじゃないですかねって。 S ペンなんですよ、この S ペン。はい、この S ペンの話はちょっとこの後にしましょう。じゃあなんで今抜いたんだっていうとこですね。はい、じゃあ皆さんあまり関心がない方もいらっしゃると思うんですが、この Galaxy Note 9、基本スペックの方をさらりと話しちゃいますよ。まず色の方、カラーの方がラベンダーパープル、オーシャンブルー、ミッドナイトブラックということで3色展開がございます。実機があるのにカタログでごめんね。この3色、カタログが綺麗だからね、カタログ使うよ。いい色してますね。で、今回私の元に送られてきた色の方はオーシャンブルー、オーシャンブルーです。小声で話す必要はない。で、サイズ感の方なんですが、サイズ感ちょっと数字で出すより iPhone と比べてみよう。 iPhone7 Plus と比べてこんな感じのね、サイズ感です。違いが、まあ、長さ、高さですね、高さが若干高くなってるというところで、厚みに関してはこんな感じのイメージですね。まあ、厚みはもう今のスマートフォンあんまり変わんないよね。ただ iPhone 系は、レンズがボコッと出てるところが、Galaxy の方だと比較的収まってるという感じですね、レンズ。まあ、ディスプレイのサイズ感はこんな感じですね。やっぱり縦長になって、ほとんどベゼルがない、ほぼベゼルレス状態なので、どこを触れても画面になってるっていうのが Galaxy Note 9の魅力の一つでもあります。あ、そう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 、今月発売されたもう一個機種、Pixel 3と比べてのサイズ感、こんな感じですね。やはりギャラクシーノートの方がちょっとでかいのかな、ちょっと縦長だね。で、横幅に関してはまあぴったり収まる感じですね。ぴったり横幅収まる感じのサイズ感ですので、まあともかく縦に長いがギャラクシーノート9で、ここ最近初めてスマートフォンを手にしたという高校生とか大学生はちょっと馴染みがないと思うんですけれども、私ギャラクシーノートの初期型が出た時すごい魅力を感じた端末だったんですよ、ギャラクシーノートって。で、何が良かったかというと、当時こういったね、こういった小型のスマートフォンが主流だった中、6インチ相当のディスプレイを持った、まあこれじゃないんですけど、大きいね、ディスプレイサイズを持ったスマートフォンが出てきた時、それの初のスマホがギャラクシーノートだったんですよ、初期の。で、当時はそのギャラクシーノートっていうと、あ、普通のスマートフォンよりちょっと大きいスマートフォンなんだっていう、そういう印象があったんですが、ここ最近のスマホみんな大きくなっちゃったので、ギャラクシーノートが大きいことによるメリットってなくなったんですよね。で、実際同じタイプ、同じシリーズのギャラクシー S9、 S9 プラスも大型のスマートフォンじゃないですか。じゃあギャラクシーノートって一体何がノートなの？そこで登場するのが先ほどもご紹介したこの S ペンなんですよ。で、 S ペンを抜くとここにね、すぐにね、メモが書けるような画面が出てくるんですよ。メモが書けちゃう、すぐペンを抜くだけで。これが一つの魅力で、そのペンは本体の中にそのまま収納できてしまうっていう、なくす心配もほとんどありません。だから Galaxy Note ってこの S ペンっていうものが本当に一番の魅力を伝えてくれるツールなんです。ちょっと待とう、ちょっと冷静になろう。今ね、基本のスペック話してる途中で S ペンの魅力に行っちゃった、ごめんなさい。ちょっと話が前後するんですけども、戻します。そうそう、今サイズのとこまで行ったんですけども、次、重量。Galaxy Note 9は重量が 201g、 200g を超えるスマートフォンは重いって判断をされがちなんですが、実際私持った感じでなんかずしりとくる感覚はあるんですが、薄型、そして持ちやすいからなのか、そんなにね、重々しい印象はないです。で、バッテリーの方が大容量バッテリー、 4000mAh、 かなりの大容量バッテリーになっております。連続待ち受け時間、440時間ということで、持ちの方はかなり良い形で表示されています。で、 Android OS は 8.1 オクトコアの CPU を積んでます。で、ここ嬉しい方多いんじゃないですかね。メモリ、
6ギガのラムを積んでます。新型 iPad Pro の 1TB と同じ仕様です。ね、なんで iPad Pro ね、ストレージの容量でラムのサイズ変えたんだろうね。ちょっとね、いやらしいよね。いか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 、またね、Apple のね、話をね、結構振っちゃうといろんなとこから痛い槍が飛んでくるんで。で、本体のストレージ容量は 128GB になってます。で、拡張というかマイクロ SD カード、マイクロ SD カードが使えるんですが、 512GB までカタログ上では対応と書いてあります。で、結構多くの方が気にされる防水防塵機能、まあ今時のスマートフォンなのでそのあたりはしっかり抑えていまして、きちんと設計されてるんですけれども、今回はカタログ上でもお風呂で使っても大丈夫っていう風に書かれています。この辺はちょっとアップルに対抗してなのか強気にコメントは出されてます。ただお風呂の中では石鹸や洗剤などを浴びせないように気をつけてくださいっていうのはしっかり注意書きに書かれてますので、そこは自分で気をつけましょう。なんかね、スペックの話があんまり長くなっちゃうとつまんないんでね、ちょっと次のステップいきたいと思います。まずはそうですね、顔認証、虹彩認証を掛け合わせた新しいテクノロジーということで、画面のロック解除非常によくできてます。じゃあ一回ちょっとロック解除してみます。はい、こんな感じで、まあ見てる方は当たり前のような感じで見られたと思うんですけど、非常にスムーズに顔と目でロックを解除してくれます。で、これの何が面白いのかというと、確か iPhone X シリーズってマスクをしてる方ってロック解除がちょっとめんどくさい、マスク外さなきゃいけないって言ってましたよね。そこをカバーしてるんですよ。どういうことかというと、この端末は後ろに指紋センサーもあります。顔認証、虹彩認証、指紋認証という3つのパターンをうまく掛け合わせてロックを解除するので、マスクをしていてもロック解除できるんですよ。だからしっかりそういうところを抑えてるのがさすがギャラクシーだなって思いました。ちょっとね、ここに書いてあるんです。ここにね、あの顔と指紋と瞳ですねを掛け合わせて、まあ、例えば手袋してる時だったら顔認証と虹彩認証、マスクしてる時だったら虹彩認証と指紋認証。マスクしてて手袋してたらどうするんだって話になるかもしれませんが、知らん。まあそういったかゆいところにも手が届く性能になってるわけですね。はい、そろそろ S ペンの話いきましょう。で、このスマートフォン、大きな特徴のその S ペン、やっぱり一番わかりやすいのはメモ書きです。すぐにメモが起動してくれて、いろんなメモを残すことができます。あとはこれも面白いんですけど、 S ペンを使ってカメラを起動させられます。長押し、カメラ起動、そしてシャッターを押す。 S ペンだけで自撮りが簡単にできるっていう、この機能もすごい面白いと思うんですね。長押しでカメラ起動とかね、よく考えてると思う。で、 S ペンの方はいろいろな機能に割り当てられてまして、今の写真もそうなんですけれども、それ以外にギャラリーを表示した時にギャラリーの次のアイテムに送ったり、ボイスレコーダーのオンオフ、録音停止だね、録音停止が行えたり、あと面白いのがパワーポイントを使った時にスライドショーをこれで操作できるそうなんです。まあ、次のページに行くとかそういったような内容だと思うんですが、そういったところでも活躍できるので、まあいろいろな使い道があるペンになってます。ちょっとね、なくせないアイテムですね。で、私のアダプターには今 Bluetooth のマウスアダプターがついてます。なのでこちらにいつも使ってるマウスを使って、こちらですね、あのしっかりマウスで操作ができます。で、実際端末とデスクトップを同時に使用というこのナビゲーションが今起動してくれてるので、先進んでみましょう。次へ、キーボードやマウスがなくても本来は利用できますということなんですが、今回ちょっとマウスを使って利用させていただきます。S ペンでも様々なことができます。要は S ペンでもマウス操作の代わりが行えるということですね。ほんと便利で、マルチタスクが一層簡単にということで、マルチタスク操作が行えます。はい、注意事項、上記の利用規約に同意します。で、進めてしまいますと、画面の四隅がモニターまたはテレビに正しく収まっていることを確認してください。四隅がしっかり収まってます。こういうところのね、配慮がすごい細かくできてるんですよね。はい、今後表示しない、そして完成。はい、そうしますとデスクトップ画面、通常のパソコンのような形でデスクトップが表示されてくれます。ダブルクリックでしっかりファイルなどを表示できるので、こういったところがすごく分かりやすくいい感じですね。はい、動画と静止画が分かれてます。使いやすいな。まあいいんじゃない、もういいんじゃない、いいんじゃないこれタイムラプスですね。タイムラプスっていうのかな、ちょっと撮ったやつがね、しっかり流れて、ね、こういうの見ちゃうとね、ちょっとこのスマートフォンをね、ディスプレイに表示して使いたくなっちゃいますよね。ほんと便利。あ、にゃろう、いいないいじゃないか。
まあ、こういった形でマルチタスク操作が行えるというところがディスプレイに置いた時の便利なところですね。で、iPhone と違ってホルダーをこういった形で管理できますので、こういったところが iOS に比べると Android は使いやすいって言われる要因かもしれませんね。ストレージの方へのアクセスも簡単に行えるという。本当便利。本当に月並みな表現になってしまいますけど、Galaxy Note 9とアダプターがあれば、モニター、まあ HDMI でね、HDMI ケーブルも必要になりますが、簡単にテレビ画面やパソコンモニターに端末を PC モードとして使える形になりますので、このあたりも非常に魅力的に感じます。はい、長くなってしまうんで今回はこのあたりで終えさせていただこうと思います。ちょっと Galaxy Note 9の方はもしかしたらちょっと早めに返さなきゃいけなそうなのかもしれませんので、ちょっと試せること限りがあるかもしれませんが、もうちょっと使ってみて2日間だけなんですが、まだ2日間だけなんですけども、すごく面白く魅力的なところを感じられたスマートフォンであります。だ決して安い端末ではありませんが、Android 端末でスマートフォンこれから何にしようかなって悩んでらっしゃる方がいらっしゃったら、 Galaxy S9 もいい端末なんですが、私個人的には S Pen、 本当に S Pen が使いやすいので Galaxy Note 9をおすすめしたいと思います。結構スマートフォンの動画を流すと見てくださる方が多いんですが、決してスマートフォン専門 YouTube チャンネルではありませんので、その辺はお気をつけください。いろんなものを紹介しているチャンネルになります。その中の一部にスマートフォンの紹介、私自身が好きなのでスマートフォンの紹介を加えさせていただいているというチャンネルになっております。他の動画もちょっと見ていただいて、初めての方は気に入ったらチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。でも本当に Pixel 3といい、 Galaxy といい、 Android 端末いい端末がね、ファーウェイもそうですし、本当増えてきましたよね。とか言ってると、お前みたいなやつは iPhone X 買わなくていいんじゃボケーってまた来ちゃうからねiPhone X だって私好きなんですよ。全然いい端末だと思ってますので、お金がなくて買えないって言ってるのに、なぜか私が iPhone X をバカにして買わないみたいなね、見方をされてしまうところが悲しいです。iPhone X 好きなのに。